コモディティインテリジェンスの近藤でございます。続きまして原因の話をお話し申し上げます。EIA の情報でございますが、アメリカの、まあ、いつも私はベイカー&ヒューゴスの石油掘削稼働リグ数っていうのを見ているわけですが、何本増えたとか何本減ったとか、まあ通常1桁からまあ2桁があるかどうかのところなんですが、それを見てもまああんまりすごい環境は湧きませんけれども、ここに書いてあった EIA でちょっと新しい見方が増えました。つまり掘削していて、掘削は終わったんで、掘削稼働リグ数っていうのは、米韓ヒューゴで出てるんですが、掘削したけれども生産していないリグ数があるということがあるらしくてですね、それを完成するということを言ってるんですが、完成するっていうのは完了するっていうことだかもしれませんが、いわゆる、掘り尽くすってことですね。掘って穴を掘ったけれども掘り始める原因をこの血岩からですね、取り出すという、水を水圧を入れて、水を入れて、水と一緒に原因を噴き出させるという作業を行うことをしていない石油を在庫と言ってるらしくて、在庫は減ってきましたよと。つまり掘削済みだけれどもどんどん掘っちゃって、掘削して掘ってない石油、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、要するに掘削はしたけれどもみんな掘削をして全部掘っちゃって、全部生産しちゃってますよと。どんどん未生産のものが少なくなって、在庫といわれるものが少なくなっている。未完成の井戸が少ない。未完成っていうのは掘り出し尽くしたものが掘り出し尽くしてない井戸が少ない。まあ日本語難しいですね。要するにこれは2つの理由がございまして、新規の掘削が少ないか、掘り出してないというか、石油を組み上げていない、どっちかなんですけども、石油を組み上げすぎちゃったってことですかね。か、または新規の掘削をしていないってことで、これは将来の生産が少ないというシグナルになっておりますと。ですから、これがパーミアン油田はここへ減っちゃってまして、非常に急激にいわゆる未完成、未完成っていうのは、掘削して掘り出しちゃった井戸が多くて、掘り出していない井戸がこんなに少ないと。もう掘り出していない在庫の井戸がこんなに少ない、ね。在庫の井戸は過去最低です。ここはまだありますけど、ここは過去最低ですね。というのは、油田ごとに、シェールオイルごとに、全部掘り尽くしちゃったが、新たに掘ってないかの状態が続いてますよと。ここでお知らせです。日産証券では株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページにてご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。これが米国の掘削をして完成された井戸数は前よりは減っていますね。だから完全に掘って、組み上げ尽くしたものはまだ少ないけれども、これはだから掘ってない可能性もありますね。まあちょっとややこしいんですが、いずれにしても掘削して完成されている戦数は少ない。こうした傾向はこれから続く可能性がございますと。ということで、パーミアン油田のいわゆる在庫が6ヶ月未満となり、最低月数に近づいていると。
いうことは、これからどんどん掘らないと、もう石油は出てこないという状況になってますよと。いわゆる活動自体が非常に減速してますよということで、まあ1年以上かかることもあります。ですから今から掘っても1年後ですということで、これからもう完成前の、時間がかかる。また、完成前の時間が徐々に長くなっている。これは、作業員の数の問題もございますし、いろんな理由で、掘ってから、組み尽くすまでに時間がかかっておりますと。時間が伸びていますということがなっています。書いてあります。まあ、作業員が複数の、作業、たくさん掘っても作業員の数が限られている場合は、作業員の数が頭打ちの限度に来ちゃうわけですね。そういったことが、まあ、これには新型コロナの影響もあって、特に鉱山会社とか、こういった石油自転企業は密になる可能性が高いので、どうしても密を避けるという時間割を作りますと、作業が緩慢になってしまうということはございます。作業員の問題もございますよということでございます。歴史的に見て掘削流数は少ないと。これが流数ですから、過去こんなに多かったのに今のところは非常に少ないということになっています。価格と一緒に動いておりますと。価格が高くなると掘削流が上がって、これ高くなってるのはあまり上がってないという状況になってますと。これからリグ数が増加しない可能性がありますよということが書いてあります。まとめますと、家庭としては原油の需要が多くなれば生産者がたくさん作りたいので、お金が儲けるために原油をたくさん生産しよう、あるいは需要に合わせるために生産しようとしますが、しようとするために、原油価格はそんなに上がらないよと私は言っとったわけです。それに対して、実はそんなに簡単に増産できませんよとアメリカ、少なくともアメリカの場合、海外の場合の増産の、そういった稼働性っていうのは、どうなってるかと私言われることちょっとわかりませんが、アメリカの場合は、従業員の減少、熟練工の減少、いろんなたくさん掘ると掘れば掘るほどたくさんの油性も掛けもしなくちゃいけない従業員が増えるので効率が悪くなる、石油掘削を終えてスタンバイしている原因は少なくなっている、油田が少なくなっている、シンクリ流の油田が掘削が少なくなっているということで、生産にスタンバイしていない、可能性がある。だから、すぐに増産できるとは限らない。1年かかっちゃうということですね。ですから、そんなに対応は、生産がピンピンと、需要が増えるたびに、原油の生産が増えるとは限らないということを書いてありましたということでございます。最後の話は今日現在ですが、これが昨日の図なんで、昨日ここにあったんですが、ハリケーンアイダっていうのが来てまして、2005年のカトリーナ、ニューオーリンズを冠水させましたよ。ということで、まあ、ここに 64% も、イルマの時には、半分停電したわけですね。ということで、現在、今日朝、調べたところではここにいますから、ほぼ上陸ですね。まあ、上陸すると熱帯低気圧になりますけれども、現在カトリーナじゃなくて、アイダは、カテゴリー4になってまして、5段階のうちの4ですから、非常に強い勢力を持って、風速は60メーターだそうです。秒速60メーター。私が一番台風でびっくりしたのは35メーターですから、この時は屋根が飛びました。屋根というか、まあ、窓ガラスが割れました。雨が、なんとか、もう、なんとか、雨戸の上から降ってくるんです。部屋の中に、ジャブジャブ雨がですね、もう家中水浸しになるんですが、これは、戸は開いた
天窓が飛んじゃったこともあったんで、その前に、その、服をですね、戸袋からどんどん水が入ってきまして、家中水浸しになったのを覚えております。これはカトリーナの時の衛星画像、こんな目が台風の目ですね。ここは油田が、海上油田の数ですね。こんなにたくさん、1個や2個じゃないんですね。これが全部止まっちゃうわけですよ。現在これがカトリーナですね。カトリーナは右の方、フロリダ半島を上陸して、フロリダ半島に抜けていったわけですが、どちらかというと右の方に影響があったんですが、その時にニューオレンズ、ここですけども、ニューオレンズの堤防が決壊して、洪水になっちゃったと。堤防が弱かったんですね。ですから水浸しになっちゃいまして、まあ、あの時ニュースを見て、すぐに私はコーヒーを買っていれば大金持ちになったんですが、ニューオレンズは世界に2カ所しかないコーヒーの在庫場所なんですね。コーヒー豆の在庫場所で、それが全部天井まで冠水しちゃって全滅しちゃったんですね。ものすごい数のコーヒー豆が、一瞬にしてパーになっちゃったのを、私は気がつかなくて、コーヒー豆が暴騰してびっくりしたことを覚えております。まあ、死者1800人、被害総額は18、13兆円ですね。日本の国家予算の、まあ、10分の1弱でございます。2005年のカトリーナの時に原油価格は、このところだけ、1日だけ、これがね、台風の時のハリケーンの時の気をつけなくちゃいけない。ずっとありっぱなしじゃないんです。ただし、次の時は比較的長く続きました。カトリーナの時はニューオリンズってのはあまり、石油には関係ないんですね。次の台風、ハリケーン、ハービーとイルマっていうのが2つありまして、これらの時は2017年だって2つ、まあ8月と9月に連続してきましたんですが、テキサス州に1年分の降雨がありまして、こんな風に全市水浸し、これヒューストンの内陸部の町ですね。ヒューストンの町が水浸しになった。これがその時の降雨図でございます。ここは非常に大雨だった。ニューオリンズはここですから、まあニューオリンズは堤防が決壊すれば水浸し。ただし、ヒューストンの町がこんな風になっちゃったと。でございます。そうしますと、停電と洪水が起こりましたと。ということで、メキシコ湾には全体に、陸上にですね、石油精製設備が半分あります。全米の半分あって、そのうちの半分、4割に当たる15世以上が停止しました。停電と洪水で停止しましたと。でございます。その時の価格は、ここですけど、ハービーが来た時はここなんですが、一回下がりまして、その後は、まあ、別の理由だったかも覚えてないんですけれども、まあ高くなりました。だから、台風だけでは一時的かもしれませんね。ですから今日あたりはこれ、こうなんですけども、このところにいますが、まあどうなりますか。ちょっと上がるでしょう。今日、明日あたりは原油価格が上がると思います。というのが今日の予想でございます。以上で原油のお話も終わりでございます。何かご質問がありましたら、ご遠慮なく書き入れてください。よろしくお願いします。